豊田市の明治用水頭首工では、漏水の影響で川の水位が下がっていたため、ポンプを使って明治用水に水を供給していました。右岸側の取水口の周りの水位を上げるための工事が21日に終わり、十分な水位が確保できたことから、今日午前7時過ぎ、用水路への自然取水が本格的に再開されました。明治用水土地改良区によりますと、水の供給量はポンプのみの時のおよそ 1.5 倍に増え、農業用水の給水制限が緩和されることになり、これまでは1日通水した後3日断水でしたが、あさってからは3日通水した後3日断水になります。